昨日から都が酒を提供する飲食店などに対して要請している午後10時までの営業時間短縮の期間に入りました。繁華街の人の流れは減る一方で、店は要請に応じるかどうか苦渋の決断を迫られています。夜10時です。こちら歌舞伎町ではいくつかの店が先ほど店を閉めていましたが、多くの店はまだ営業を続けています。東京都は昨日から今月末までの時間短縮営業の要請を行い、要請に全面的に従うとともに感染防止のステッカーを掲示する事業者に対して協力金として20万円を支払うこととしています。昨日の都内の主な繁華街での人の流れは1週間前に比べ、新宿歌舞伎町が 15.4% の減少、渋谷センター街は 10% 減少しました。しかしその一方で、歌舞伎町で営業する飲食店からは困惑の声が。午前5時だった閉店時間を午後10時まで短縮した店は、状況によっては通常営業に戻さざるを得ないと悲痛な思いを明かしました。営業が成り立たないんですよね。ですから一応スタートは22時閉店で頑張っていますけど、様子を見てダメなようであれば、もうちょっとうちは我慢できないって形ですね。今回はそうですね、7割ぐらいは普通に営業、もう20万いらないから営業やるってスタンスが多いですね。そして午後10時以降が売り上げの大半のため、協力金では経営が成り立たないと話します。3万から5万ぐらいですかね、売上の半分ぐらいですね、1日の。助かることは助かるんだけど、やはり20万程度じゃやっぱどうしようもないですね。やっぱりね、繁華街の人の流れが減っている一方で、一部の店舗が要請に応じていないことに小池知事は、いろいろとこう考えて10時ということにいたしております。そういったことから、会食の場や会食の場をもって広がっているという、研究なども出ておりますので、それらを防いでいくということからご協力を賜りたいと思います。